ちは、園芸ラボの坂本です。デビキチ、こんにちは。こんにちは。ということで、今日ももうちょっとお疲れモードの顔が出てますが、サボテンの動画という5月の22日に種をまいたサボテンの種が20日後にどうなってるかを今日は見たいと思います。ということで、まずサボテンの種をどうなってるかアップで見ていきたいと思います。さあ、発芽してるでしょうか。ガラス面から見てみましょう。お、緑色の物体らしきものがガラス面の中に見えていますね。覗いています。お、サボテンです。サボテンの赤ちゃんが生えています。さあ、サボテンの赤ちゃんの大きさは、鉛筆を先っちょ置いています。だいたい一つの大きさが5ミリぐらいですね。双葉の真ん中からサボテンのトゲが出てきています。サボテンの赤ちゃんが初めて見せるサボテンのトゲ、頑張ってサボテンのトゲを出していますね。次に、これからのサボテンの管理についてご説明したいと思います。では、発芽したサボテンのこれからの管理です。このようにガラス蓋をしたままにしていると、非常に中が高温になってしまい、蒸れてしまいます。それを防ぐために重要なのが割り箸です。割り箸を折ります。そして両側に空間を作って、熱い空気が逃げるようにします。こういう感じですね。発芽まではサボテンの種が乾かないように腰水を行っていますが、段階的に腰水の量を減らしていきます。このように腰水の量が少しひたひたに浸る程度で、あと2週間ぐらいかけて腰水をやめて、表土が乾く前に噴霧器で水をやって、サボテンが乾かないようにします。置く光の状態ですが、もし東の窓辺ですと、これにガラス蓋を乗せた状態で、ティッシュペーパー2枚ぐらいで管理するといいでしょう。サボテンのトゲがほとんど出揃ってきて、だんだん光が強い光が必要になってきますが、その時になったらティッシュを1枚剥がして、ティッシュ1枚越しの光ということになります。サボテンの株の状態を見て判断する場合、やや赤みを帯びた状態で生育させる。完全に赤いということになってきますと、かなり光が強い状態ですので、少し赤いかな、光に焼けているかなっていうような状態で少しずつ慣らしていくといいでしょう。このような色です。やや赤みを帯びた緑色、このような光線状態になるように、光の加減、ティッシュのかける量を1枚にするか2枚にするかといったような調整を行ってください。そして、このガラス蓋は1年ぐらいは外さず、少し隙間を空ける形で中の空間に湿度を保って、サボテンがみずみずしく育つように栽培していきます。本来の砂漠植物としての乾燥に耐える形態になるまでには2年ないし3年かかるので、今はただの赤ちゃん、砂漠植物の赤ちゃんとして接してあげてください。